公共誌、足屋乙女作品級は、日本の作曲家、指揮者、小高久忠が作曲した公共詩である。1938年3月23日に完成された。1938年11月に、ブダペストで作曲者の指揮により初演。日本初演は1941年、小編成に編曲した版が、作曲者指揮。 新交響楽団によって演奏された。オリジナル版は1944年、ヨーゼフ・ローゼンシュトック式日本交響楽団により、初演。うない諸女の伝説を題材にした、交響詩である。作曲者が、初演時のプログラムに寄せた解説によれば、一つの幻想曲として自由な形式にまとめたもので、あって、必ずしも、個々の情景の忠実な描写音楽ではない。 この作品の目指すところは、古代の素朴な悲劇が持つ純粋に、日本的な要素を公共管弦楽の形式において再現するところにあるということである。フルート四、オーボエ三、コーラングレ一、バリトンオーボエ一、クラリネット三、ヘンホクラリネット一、バスクラリネット一、ファゴット三、コントラファゴット一、ホルン六、トランペット四、トロンボーン三、チューバ一、ティンパニ一。 小太鼓1、大太鼓1、トライアングル1、シンバル1、タムタム1、ハープ2、弦楽5部。弦の低音部、クラリネット、コントラファゴットによって主題が、ゆっくりと静かに提示される。この主題は、物語の悲劇的要素を示すもので、しばしば変形されて、楽曲内に現れる。その後、牧歌的な旋律となり、五音音階によるメロディも顔を覗かせる。 主題がファゴットで現れ流れるようにという指示のもと主題を変形させた旋律が示される。16分音符による細かい加工音形の後変形された主題の旋律が再び登場しこれと交代するかのように細かい加工音形が続く。この後動きを持っての指示で曲は徐々に大きく盛り上がりを見せる。それが静まった後に音楽は 新たな局面を迎える。弦の補足音の上でコーラングレが朗々と歌い、バリトンオーボエに、旋律は受け継がれる。これが、さらに変形し、展開された後曲は、開始部の電源的な情景に戻り物語を解雇するかのように閉じられる。ありがとうございます。